いいじゃん。見て、ここにニキビ。わお。お姉さんか？今日。今日顔血色がないね。今日めっちゃメイクがね、ナチュラルメイクなんですよ。アイラインとかわかる？いつもこの辺ぐらいまで引いとるのに、今日ここまで。いや、眉毛サロン行こう。生きがい。あ、ここの髪の毛だけ見たらショートっぽい。早くここのニキビなくなれ。もう嫌だ。お疲れ様ひな。今日怖い。が人で来た。やっほー。見て、ちょっとじいちゃんが甘えと思うだよね。姉ちゃん顔スレスレしてくるから。姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん、ほら、姉ちゃん、うん。やすと？確かに。ちょっとね。もう昨日急に
急によ昨日。ずっと最近体重が上がり下がりだったのに、上がり下がりじゃない、上がりっぱなしだったのに、昨日急に1キロ痩せて、あれと思って、なんでと思って、今日もまた減っとった。やっぱ急に減るんだね。うん、でもマジでこの 2,3 キロ痩せただけでこの変わるってことは、もっと頑張れるってことだよね。ちょっと自分に甘いね本当に。一定のとこまで痩せたら、そっからキープする努力をしなきゃ。うん、でも今日もサウナ行ってめっちゃゴリゴリにやった。確かに確かに。ピカピカ。ありがとうございます。チータさん。チータさん、マヒナオイ。俺の嫁、ありがとうございます。かわいい。前髪がさ、めっちゃ短かったのがちょっと伸びてきた。今いい感じ。今良きなよ、長さちょっとあれだけど。今日さ、今日バスに乗ったんよ。そしたらバスに帽子忘れて、明日絶対連絡しよう、バスに帽子忘れちゃいましたって。しかも最近買った帽子なんだよね。うん、だからなんとしてでも、って思ってる。ね、でもないとかなくないっていう、なんか、なんだろうな。私は多分平和な世界線すぎるのか。なんか落としたものが返ってこないとかもあんまりよく分かんなくて、そう正直だから返ってこないってことはあんまり想像できてないんだけど、ありえるよねそういうことも。普通にニューエラじゃない、マルディの帽子、マルディの帽子なんだけど、めっちゃ可愛くて形が。そう、ハートありがとう。ゾウさん、ピカピカの1年生。一番上のジョン・レノン。聞いて変えたじゃん。
そしたらね、アップルウォッチが通知来るようになったんですよ。 LINE とか来なくなってて、なんかアップデートもできなかったのに、携帯が変わったらできるようになって、で LINE も勝手に通知来るようになって、でこれも新しくなんかアップデートされてみたいな。マジ最高なんやけど、ガチでスマホ動産神。アップルウォッチの悩みまで解消してくれたんやけど、何も言ってないの。そう、ずっと通知こんくても諦めとったんよ。なんかもう無理ないんやと思って、そしたら突然来始めて、えみたいな。もうただの私はカロリー計算機だと思ってて、そしたらもうちゃんと役目を果たすから、 LINE が来たらブルってなんねん、こっちが嬉しくて、わー来たーってなる。今日頑張ったな。今日も一日朝からレッスン行って、おっとこれ大丈夫なんか、ちょっとまたみんなに嬉しい報告ができそうです。みんなついてこれてるかな。嬉しい報告ができそうですよ。またボソッと言うけど、いろんなところにいろんな匂わせが転がってる。いや自分でも本当に、なんか自分でも追いついてない、正直。うん、なんかいろいろ、なんかいろいろ急にパッパッパッってありすぎて、なんかそういうのも実際にこう発表した時とかよりも、ちょっとそれとしてこう活動してとか、何かじゃ発表した後に実際にこうしてみて実感してくるから、発表した時とか本当にもう実感ないからね。そうなんだよ、ね、マジでなんかもう逆にみんな慣れちゃうかもしれない。びっくりしなくなってきちゃうんじゃないって感じ。ちゃんとびっくりできる、驚ける、複数あるのね。複数、まあ今まで複数何個かあったなって、その延長上でみたいな感じです。うん、やっぱ今年は運気いいんだな私。でね、まあ、まだ全然公式的に多分発表されてないけど、まあいろんなところから、あ何日にこれがあるんだみたいな情報とかも出てたりするよね。
ハードル上げておいても、うん、いやなんか、なんか自分でもちょっとなんて言うんだろう、麻痺してきてるからなんかこうすごいことよって感じ、なんかすごいことだなって、なんかうん、ってなる、なってる。これどこまで。うん、どこまで言っていいんかね。そう、麻痺なだけにね、麻痺麻痺しちゃってます。ありがとう、スチさん。思いつるかまさん、えらーい。ゴールデンウィーク、そうだね、それはまあもうなんか出てるね、ネットに、いろんなところに。うん、ちょ、どこに出てるんだ。うん、やはやは、ルディカワルダナさん、嘘だよ、ありがとうございます。でもね、最近、まあ、今日もね、あの今日お仕事、まあ、レッスンとラジオだったんですけど、なんか最近なんかちょっと理解力が身についてきて、なんか人が言ってたことが前もう本当 98% ぐらい意味が分かんなかったのね、人が言ってることが分かんなかったんだけど、なんか今は結構本当 80% ぐらい分かるようになってきた。いや、味はちょっと行き過ぎか、急に 76% ぐらい人の言ってることが理解できるようになってきた。なんだろう、理解が早くなってきた。だいたい人が言ってることがこうパッて言われて、ん5秒後ぐらいに理解したりとかしてたのね、今までは。だからちょっと笑いとかもちょっとずれとったりとかしてて、何が今のどこが面白かったんだみたいな、自分とかも、自分が言ってることとかもみんな笑ってるけど、何が面白かったんだろう、何がおかしかったんだろうみたいなとかもあって、でも最近はちょっとその理解力が早くなったのか、ちょっ
ょっとまあよくわかんないんだけど、ちょっと頭が良くなってきたのかな。なんか人になんかこう結構瞬発的に突っ込めるようになってきた最近。あ、突っ込んだみたいな、自分で突っ込んでびっくりする、あ、今私突っ込んだみたいな気持ちになる。これ絶対ラジオのおかげだよね。それなんかこう自分がこう表現したい言葉、なんかこう例えたりとかでもめっちゃなんかもう自分が伝えたいことがいい例え方でできた時、もうそれだっていう例え話で表現できた時とかめっちゃ嬉しくて、ガチでもう快感って感じ。本当にそれそれそれって頭の中でもうなずいてるくらい、きたーってなる時があるんだけど、最近結構まあ例えもだし、なんかこうなんとかみたいやんって言うにしても、なんか結構アウトプットがちょっとだけ早くなってきた。なんかずっと苦手やって、だからお笑い芸人さんとかはなんかインプットアウトプットなんかやっぱすごい早くて、でもそれってもうお笑いとかはさすごい大事なことやん。思ったことを瞬発的に言えるかっていうのが大事やん。でも自分アウトプット遅いから、理解するのも遅いからワンテンポずれてたわけよ。だから他のメンバーが自分がいいよって思った時にパッて他のメンバーに言われたりとかすることもあって、あ、私も思ったってなったりとかするんだね。だけど最近ちょっとこう思ったことを、いや、なんとかやんって言えるんだって、はってちょっとこう免疫がついてきたっていうか、うん、まあ、それはメンバーに対してもなんやけど、そうじゃない人に対しても、そうだからやっぱそこがうまくこう噛み合った時はなんかもうほんまに気持ちいいね。だからまあ今日も結構ラジオなんかいい、自分的には結構うんいい感じに喋れたなっていう。そう、なんか文章と文章のつなぎとかもうまく喋れたらめっちゃ気持ちいいよな。やっぱなんか考えることがちょっと本当にパーソナリティ脳になってきた。考えることがちょっと、どうなんだろう、みんなも聞いてて感じるんかな、ラジオとかで。やっぱ学ぶことめっちゃあるから、知らん言葉をパッて走ってたりとかしたらかっこいいなと思うから、変わらず言葉をいっぱい知っていくためのことはせんといけんな。ラジオ聞いて、あ、ましちゃんなんか最近こうなったなって、そういう変化っていうか気づきとかあったらまた教えて。みんなもどっかを探したらわかるかもね、一足先に情報が。
すごいね、もう気づいてる人がちらほらいるもんね。みんなの何って言うんだ、調べる力。いや毎回本当に驚かされます。はい、まあ気になった方はちょっと頑張って探してみて。兄ちゃん、やばい、じいちゃんが下がってる。タクタさん、 M44 じいさん、ありがとうございます。ゆうき、タクトマルさん、ありがとうございます。俺の夢、でも昨日もね、ST48 チャンネル出させていただいたんですけど、見てくれた方いるかな。なんと大量のたわしと、ちょっと今たわしないんだけど、大量のたわしとアマゾンギフトをゲットしました。アマゾンギフトをゲットした。にゃー、やめて、じいちゃん逆らないで。今年はストーンフェアでの楽しみはないのね。何のことでしょうか。今年もお世話になりたいですね。みんなでお墓見たいね。じいちゃん、じいちゃんもうさ、スリッパがドロドロやん。ダメよ、これ女の子じゃないからな。じいちゃんはこれ女の子やと思ってんねん。触れてはいけなかったか、全然いいよ。まあ楽しみがいっぱいだね。ね。ゴールデンウィークも楽しみだし、ゴールデンウィーク前にはツアーも始まるし、最高だね。みんないっぱい電波をこう張ってね、待ってていただけたらなと思います。あのホケラジのね、公式の方でめっちゃ公開収録の写真がアップされてるので、いつも事故がばっかりの私がわりかしめっちゃちゃんとしてる写真がいっぱいある。電波張っててって言ったよ、私アンテナ張っててだ、間違えたわ。アンテナをお張りください。うん。エディカワルダンさん、ピッカピッカの1年生。ケンさん、ありがとうございます。これポップコーンかな？ポップコーン。ポップコーン。あ、やば、もう57分や。
まあ明日でね1週間終わるんですけど、まあ土日も、まあ、メンバーの卒業公演ってかコンサート公演かがあったりとね、まあ、ST 的にも大きな週末になるのかなと思うので、まあ明日一日頑張って週末を一緒に迎えましょう。はい、じゃあちょっと名前読もうかな。タケタありがとう、ピカピカな1年生。わお、ランキング変わってしまった。13位はタケット、12位はキャマキャマ、11位はエジリン、10位はルディゴールドナさん、9位はゾウさん、8位はカズポ、7位はジュンさん、6位はアキラホーゲン90さん、5位はバンちゃん、4位はビッグボスさん、3位はユマちゃん、2位はおしめななみさん、そして本日の第1位はルドゥンタクトマルさんです、ですでした。おめでとうございます、ありがとうございます。はい、ということで4月4日今日はマイキューのお誕生日、ハッピーバースデー、今日も一日お疲れ様ひな、バイバイ、ありがとうございます。お疲れ様ひなー。